そう、急に決まったんだって。ほら、そんなにショック受けないの。何度も要請があったのは新一くんだって知ってるでしょ。それがね、インフルエンザで倒れちゃったのよ。40度の熱で入院したみたい。そう、大変なの。他に適当なスタッフもいないし。それで観念した真央さんが出席することになったわけ。ほらほら、元気出していかないとね。ここからが童貞くんの力の見せ所よ。真央さんがいない間にビシバシしごいてあげるから。朝礼の時間よ。張り切っていきましょう。急なことですが、店長がしばらく留守になります。その間は私が店長代理をしますので、どうかよろしくお願いします。そうよ、短期間だけどよろしくね。ということで、以前より話がありましたが、バランスボールを使った指導が始まります。怪我のないように十分気をつけてください。新一くん、言い訳しない。集中力の高さは長所だけど、一つのことだけに神経が向いていると大事故につながりかねないよ。それから先日のことですが、新一くんへの苦情が2件女性から入ってるわよ。どちらも指導で目が合わなくて、きちんと見ているのか不安になるだそうです。男性への対応に問題はないから、女性だからと意識しすぎずに自然体で指導をお願いします。よろしい。
おはようございます。今日はよろしくお願いします。いい調子じゃない。あとは笑顔を忘れないでね。失礼します。お客様でしたら、まずは体幹から鍛えられてはいかがでしょうか。運動しやすさが変わりますよ。トーンクラブではバランスボールでの体幹トレーニングを始めたところなんです。よろしければお試しになりませんか。まったく、先が思いやられるわ。もう少し女性慣れとね。やっぱりメンタル作りが最重要課題だわ。はあ、男性には受けがいい方だけど、女性だとどうしてもあの雰囲気に飲まれちゃってダメか。でもああいう態度がほんと新鮮で可愛いのよね。けど、ずっとあの調子で行くとこれからが困るだろうし、はあ、なんとか女性になれさせたいんだけど、どうしたものかな。可愛くて面白くてちょっかいを出しちゃうのよね。ストレス発散にもなってるし。それなら新一くんさえよかったら私も。監督？はい、順調に回復へと向かっています。ですがまだ長時間のトレーニングは。
だいぶ良くなってきました。まだ本調子ではなくて、今のままチームに戻ると。早くどうにかしなきゃ。私がなーに？誰だと思ったのよ。お疲れ様。よく頑張ってたわよ。はい、ご褒美。でも、そうね。そうね。頑張るの？意気込みは立派だけど、じゃあ今の新一くんは頑張ってなかったの？鍛え直すほど未熟だったの？新一くんが頑張って頑張って頑張りすぎて空回りしてるなんてスタッフ全員知ってるわよ。だから今日から個人指導ね。今夜から特訓するわよ。ジムが終わったら覚悟してなさい。さあ、夜の部も張り切っていきましょう。頑張ろう。おう。
体も温まったところで、まずは腹筋からね。そうよ、脂肪を燃焼させるには今が一番。でも脂肪なんて燃焼させなくてもいいの。今の新一くんに最も必要なものは根性よ。ワンツーワンツー、はい、ワンモアセット。まだまだいけるわ。根性見せなさい。ほら動くじゃない。もう3セット追加。最後は根性が勝つのよ。どんなに効率的な計画もトレーニングメニューも根性をなくして達成はないと思いなさい。分かったら追加で5セット。しっかりバーを胸まで下ろして、ちゃんとフォローするからもう少し頑張るのよ。しんいちくんはやればできるわ。ファイト。ここまで。お疲れ様。最初から限界超えたメニューにしてるんだから。言ったでしょ、新一くんの根性を鍛えるためよ。そんな悲しそうな顔しないの。しんいちくんは素直で優しくてとってもいい子よ。優しいからね。他人はもちろんだけど、自分の肉体にもすぐ優しくしてしまうの。でもトレーナーなら時には徹底的に肉体をいじめ抜かないとね。ものです。うん、よろしい。頑張ったご褒美あげないとね。新一くんにいいことしてあげようと思ってるの。そんなことないわよ。